岸本香代子は、日本の女優。アンルフ所属。静岡県島田市出身。10歳年下の弟がいる。小学校1年時の7歳から、神奈川県川崎市、横浜市鶴見区で育つ。この間、5回転校した。川崎市立宮崎中学校を経て、中野部学園高等学校調理科に2年まで通い、その後は明治大学。 付属中の高等学校定時制に転校するも中退。西条秀樹の大ファンで高校一年在学時の1976年横浜ドリームランドで行われた西条のコンサートを見に行った。西条が失神する演技を見て秀樹が失神したと勘違いしてステージに上がり込みこれをきっかけに 当時の西条の所属事務所芸営にスカウトされたとされてきたが、実際は客席にいた岸本が、周囲の観客の振り回すポンポンなどで前が見えないことに怒って、見えねえよ。などと叫んだところ、偶然近くにいた西条のマネージャーの目に留まり、自宅へ何度も熱心に通われて芸営に加入したのだという。百七十七年に TBS 系列で放送された、 ムーでデビューし、当初はアイドル女優として、テレビドラマや映画、歌手活動など広い分野で活動した。1980年代以降、富士フイルムでのキキキリンとの掛け合い漫才のコマーシャルに出演し、岸本が発した、それなりに映りますは流行語になった。樹木には、講師ともに可愛がられていたと、岸本も TV などで語っている。 この他にも、オリエント・ファイナンス、千葉・新一と共演したトヨタ・カリーナなどのコマーシャルでも人気を博した。1998年公開の北野武史、監督作品、花火に出演したことを契機に、同監督作品の常連出演者となり、菊次郎の夏では、日本アカデミー賞最優秀女演女優賞を受賞。また、 小説、エッセイなどの執筆活動も展開したほか、本音で話す女優として、バラエティ番組への出演もこなす。晩年の美空ひばりからは、実前のように大変可愛がられ、お姉ちゃんと呼んでいた。ひばりを岸本に引き合わせたのは、女優、奈良岡智子と、大地・紀和子の二人である。1988年10月31日には、 ひばりからのお友達紹介で、フジテレビ、森田和義アワー笑っていいとも、のテレフォンショッキングコーナーに生出演する。しかし、翌1989年6月24日、ひばりは52歳の若さで病死したため、岸本はひばりの遺体にすがりつき、必死にひばりの両足をさすりながら、もっと生きていてほしかったと号泣したという。 2004年に起きた新潟県中越地震の被災者を見舞うなどの社会奉仕活動を積極的に行っている。2017年1月、所属事務所をブリリアンスからアンヌフへ移籍した、総価学会芸術部員である。現在は、プロボクサーの達吉上一郎と非常に仲が良く、実の指定のような間柄である。 オリジナルアルバム北風よ3時25分現在、サザンカの咲く頃悲しみ色のクレパス初恋の足音、あなたのいない夜、私小説7月、三宅島へ、私小説8月、私の好きなたかしちゃん、私小説9月、独り立ち何色の便箋が好き赤い靴の思い出ママリンゴの歌。裸の花嫁悲しみの街角ああ落ちるパートあや、落ちるパート2進が 寂しさ比べ一人、笑い賑やかな微笑み万歳レディー赤いサンダル誰にも会いたくない時は男ざわめきの外で寂しさ比べ心が黄昏からもう一度。ありがとうございます。